テッドバイデイナイトやっていきましょう。まあなんかね、ゲームはまああんまやらなくなったんですけど、まあ動画はね一応見てるんで、なんとなくって、まあまあデッドバイデイナイトの状況、今どんなのが流行ってんのとかっていう流れは他の配信者の人もあれを見てるんでなんとなく分かってるんですが、でアップデート来てからね、ボイルオーバーが強化されたみたいで、でボイルオーバーフリップフロップとかの組み合わせで結構ね やばいらしいですね。動画とか見てても思ったけど、ダウン取ったらもう速攻ダウン放置できない、戦法としてはハイゼリ放置したら結構やばそうな感じはするんだよな、フリップフロップで。でボイルオーバーはなんか段差をちょっとでも落ちちゃうと 20% だっけ、もうけゲージが保っちゃうみたいな、ちょっとやりすぎな感はあるけどな。まあ、修正は来ると思うけど、さすがに、ボイルオーバー。ちょっと後でサバイバーでも試してみたいな。ボイルオーバーフリップロップ。ちょっと、フルパでそれ使われたら結構きつい感じする。と思うの、なんか突破とかね、パーティーだとやってきそうな。さあ行きましょう、アザルフだから。これさ、呪いバレたんじゃねえか？ラッキー。よし。で、死人がね、強くなったんで。これですわ。どこ行った？デッカ使ったか？もったいねー、やらかしい、これ。戻ってくる。おお、そのデッハはすごいね。いや、この人うめえわ。デッハ使ってなかったんだ。救助早いね。取ったね。さあストライクどうぞ。ないんか、ラッキー。あ、ちょっと死人が、ちょっと待って、よしリセットして、
これ出引きんストライクなかったから戻ろうか。マジかー。いや、デビキン見つけたいんだよな、本当はこれ。まあ、戻ってくるよね、大抵。デビキン回復したね。あれデビキンだろ。オッケー。マジかー。うい、でデビキン終わりと。いやーマジ？あ、この人だから。はい。いやー、ていうかマジでブリンクやりやすくなってる。なんかアップデートでさ軽くなった感じするんだよな。どこ行った？あれ間に合うか。多分デッドハード使わせない。いや、ちょっと待って、そっか、今イベント来てんのか。ごめん、ポイント的に惜しくないよね、サバイバーも。ごめん。これ取ったらポイント欲しいんか。ちょっと待って、取れないんだが。取れないんだが。よし。ごめん、待たせて。そっか、イベント申し訳ねえな。でもボイルオーバーが一人もいなかったな。なんか、いやー、ブリンクめっちゃすげえやりやすくなってるな。なんか詰まる
感じが本当になんかしない。これはいいアップデートだわ、ナースにとったら。はい、ってことで、デッドバイデイライトでした。あ、話題のボイルオーバーやっぱいなかったね。ということで、ではでは。